しら？さっきから首謀者のせいにしているけど、その首謀者って本当にいるの？貴様らの空想の産物なんじゃないの？いるなら連れてきてよ。隠しているのはおぬしらの方ではないか。首謀者がこの学園の中にいる可能性は高いよ。生存者特典にもそう書いてあったし。アマミの事件にも関与していたとなれば、もはや間違いないだろうな。だとすると、ゴフェル計画の時に紛れ込んで、今もそのまま学園のどこかに隠れて。なんじゃ、今のアーは。うん、ちょっと気づいたことがあって。だったらさっさと言わんか。好きになる相手が全員子持ちになる魔法をかけるぞ。カッ双子の妹だよ。啊，你终于说出这个了。双子の妹。このゴフェル計画参加者リストに書いてあったんだよ。彼女には双子の妹がいるって。それがちょっと気になってさ。あの江ノ島純子も双子だったでしょ？まさか今回の首謀者もそうだと言うんですか？だってこの殺し合いって過去の殺し合いからかなり影響を受けているよね。だったら首謀者の正体だってそうかもしれないよね。どちらにせよ、首謀者が今もこの学園に隠れているのは間違いないでしょう。だとしたら、最後の捜査でその正体を見つけられなかったのは残念だね。学級裁判は途中退席を許してないから、もう探しに行けないからね。おしっこ以外の途中退席はダメなんだよ。うちはおしっこじゃ。お前らに首謀者の正体がわかるかな。この学園にはうちら16人参加者名单。以外に17人目の守魔的线索。犯罪が潜んでおったんじゃ。その17人目が首謀者なんだ。それが赤松さんの双子の妹なのかも。過去の殺し合いと同じように今回の首謀者も双子かもしれないよね。過去の殺し合いと本当に同じなら、本物の赤松楓は今も生きていて、そっちが首謀者ってこともあるよね。どっちにしろもう答えにはたどり着けないよ。裁判の途中退席は禁止やで。该做的事情。お前らに首謀者の正体がわかるかな。この学園にはうちら16人以外に17人目の存在が潜んでおったんだ。その17人目が首謀者なんだ。それは違うぞ。待って、17人目の存在が首謀者の正体だとすると、マザーモノ…あ、DK 回来了。
頻繁に訪れているってことは、首謀者はずっとあの隠し部屋にいたわけじゃなくて、隠し部屋と学園内を何度も行き来していたってことだよね。ずっと隠れていないといけないような人物がそんな危険な行動をとるのかな。確かにずっと隠し部屋におった方が見つかる可能性は少ないだろうな。なるほど、素晴らしい推理だね。納得してる場合じゃないわよ。それと僕はさっきの操作で思い出しライトを作れる教室を見つけたんだけど。思い出しライトを作れる教室？ああ、詳しい話は後でするけど、その教室にちょっと気になる仕掛けがあったんだ。その教室は扉が開けられると自動的に元の状態に戻るようになっていたんだ。つまり誰かに見られるのを警戒していたんだよ。そんなの当たり前じゃない？首謀者が思い出しライトを作ってるのを誰かに見られるわけにはいかないだろうし。見られるのが困るなら普通の教室にそんな設備を用意する必要はないよね。首謀者がずっとどこかに隠れているなら、その隠れ場所で作ればいいんだし。確かに、その方がずっと安全ですね。それらの点を踏まえて考えてみると、首謀者の正体に関して見えてくる事実があるんだ。ただそれは僕自身も信じたくない事実なんだけど。何やら不吉な物言いじゃな。じゃが心配することはないぞ。うちらにはここまで共に進んできた仲間がおる。何があろうとうちらは一緒じゃ。恐れることは何もない。うん、そうだよね。首謀者は殺し合いの参加者の中にいるはずなんだ。参加者ってこの学園で殺し合いを強要された16人、その中の誰かだよ。あ、なんじゃと。第六章想听我的评价，可是我还没玩完呢。首謀者が隠し部屋を頻繁に訪れていることも、思い出しライトを作れる設備が教室にあることも、普段は学園内にいる誰かが首謀者であることを示しているとしか思えないんだ。普段は学園内にいる誰か、それって私たち16人の中の誰かだよね。バカな、首謀者がうちらの中にいるなどそんなことがあるはずない。だってうちらは共に戦うと誓い合った仲間同士なのだぞ。パパパ、その仲間同士が嘘だったってだけでしょ。そんなわけない。プープープー、取り乱しちゃって見苦しいな。こういう時こそ冷静な話し役が必要だよね。絶対不是小杰、感觉像是还活着的角色。必要だよね。ワンアトリー、ワイルの出番やな。よし、今度こそ冷静に大活躍して生きる権利をつかみ取ってみせるわよ。
看这群熊怎么这么卑微啊。え、生きる権利って誰か死んじゃうの？そういう話なんだっけ？とにかく、うちは新人ぞ。うちらの中に首謀者などいるはずない。待って、首謀者が殺し合い参加者の誰かだとしても、残ったこの5人の誰かって決まったわけじゃないよね。え？どういう意味？死んだはずの誰かが実は生き延びていて、その人物こそが首謀者という可能性もあります。モノクマが平気でルール違反を犯すと分かった以上、その可能性だって。で、結局どういうことなの？さっさと答えてよ。ほら、早くしないとモノクマと全員まとめて自爆させちゃうよ。あ、这群熊变人质了。天海くんが殺された時のみんなのアリバイを思い出してみよう。あの時のアリバイは？それは最初の学級裁判でも話し合いましたよね。もう一度話し合う意味があるのですか？でも首謀者が天海くんを殺したのは間違いないんだ。だったらどこかに穴があるのかもしれない。あの時は気づけなかったアリバイの穴がね。それを確かめてみるんだね。良いぞ。だったらやろうではないか。うちらの中に首謀者などいない。それを確かめるためにもな。パパパ、この議論は果たしてどんな結末を迎えるんでしょうかね。首謀者はこの中にいるのか、それとも。さあどうだ、どんどん盛り上がっていくよ。うちは地下のゲームルームにおったぞ。他にはモモタやゴン、はるかは、それにテンコとアンジーもおったな。いくら同じ地下にいたからって、私にアマミを殺すことは不可能だ。うちもアマミを殺してなどおらんぞ。僕は自分の個室に一人でいました。それは星君も大間君も同じです。アリバイらしいアリバイはありませんが、僕は天海くんを殺していません。私は食堂にいたよ。新宮寺くんとイルマさんと東條さんも一緒だった。途中でちょっとトイレには行ったけど、天海くんを殺すことはできないよ。それは違うぞ。ちょっと待って、白金さん。え？君が言ったトイレってさ、校舎1階の食堂近くの女子トイレだよね。なんじゃと？あのトイレじゃと？え？何？それがどうしたの？その女子トイレって犀原が調べてた場所だよね。そこに何かあったの？あのトイレの奥にある用具置き場には隠し通路があったんだよ。しかもその隠し通路は図書室の奥にある
隠し部屋に繋がっていたんだ。つまりあの女子トイレからは隠し部屋に行き来することができたんだ。え？白金さんは天海くんが殺された犯行時刻付近に隠し部屋に通じるトイレに行っている。そして天海くんが殺された時、犯人は間違いなく隠し部屋にいたはず。その事実の一致を無視することはできないよ。ちょっと待ってよ。急に言われてもよくわからないんだけど。ただ女子トイレからでなくとも図書室の隠し扉から入ったのかもしれんぞ。いや、その可能性は考えられないんだ。あの時僕は図書室のカードリーダーの隙間に小さな埃を詰めておいたんだ。誰かがカードリーダーを使って隠し扉を開けたらそれが分かるようにね。でもその埃は落ちていなかった。誰もあのカードリーダーを使っていないってことだよ。だとすると隠し部屋に入るにはもう一つのルートである女子トイレを使うしかないね。うん、そうとしか考えられないんだ。犯人は校舎1階の女子トイレからあの隠し部屋に入って、そこにいるマザーモノクマに協力させることで図書室の様子を伺っていたんだ。そして赤松さんの計画が失敗したと知るや否や隠しカメラのタイミングを測って、砲丸を手に隠し部屋から飛び出したんだ。その時隠し扉は開きっぱなしだったはずだよ。それなら入る時にカードリーダーを使わないで済むから。そして犯人は天海くんを砲丸で殴ると代わりに赤松さんが投げた砲丸を回収し隠し部屋へと戻ったんだ。天海が持っていた生存者特典のモノパッドも一緒にだよね。そして回収したモノパッドと砲丸を隠し部屋に置くと、再び隠し通路を使って女子トイレへと戻ったんだ。第五章。顺子想利用他姐的尸体将凶手嫁祸给苗木或雾切。我觉得第五章的既视感跟在二代的希望厨的既视感非常像，就是他们两个都是为了某种目的很执着。希望厨是为了希望，然后小吉是为了游戏的胜利，然后去做出一些很激烈的行为。我觉得我在玩第五章的时候，我一直会想到二代希望厨的执念，就一直觉得既视感很像。其实我一开始在怀疑白银的时候，我反而是想说那个铅球上面不是有粉红色纤维，我想说它会不会是那个粉红色纤维会不会是它cos成盾子的假发，然后但是后来却说是赤松身上的背心，就作罢。但我一直觉得白银怪怪的，说不上哪里怪。撇除没有存在感这一点，我还没有到现在还没有看过他 cos。ほら、今までのパターンからして生き残り以外のところに首謀者が潜んでいるんだって。我只有好像只有看过他 cos 失败这件事情，所以我现在有另外一种假设是 cos 那个白银的 cos， 他不是之前把自己设定在第三，就是他之前不是只设定说自己只能 cos 二次元的角色吗？
然后三次元只要 cos 完了以后都会长疹子。如果这样的限制只设定在活人呢？那死人他有办法？他会不会？他如果 cos 死人的话，会不会长疹子啊？其实我有在想这件事情。そもそも白金にこんな大それた計画を実行できるのか？こやつは超高校級のコスプレイヤーじゃぞ。そうだよ。ただのコスプレイヤーなんかに首謀者なんて無理だって。我不知道啊，因为他没有讲过这，他没有针对活人和死人这件事情去做说明。有可能成为编剧的一个漏洞也说不定，反正一直在穿漏洞。でも、天海くんの殺人が起きた時、女子トイレに行っていたのは白金さんだけなんだ。その事実にはどう反論するの？反論も何も、そんなの偶然ってだけで。自己的设定嘛，也就是说，赤松看到他 cos 长疹子的那一面是也是被洗，也是被回忆灯给操作的嘛。啊，そうだ。キーボ君と星君にもアリバイはないよね。だったら、その二人が女子トイレに行った可能性も。真的觉得回忆灯这个东西真是做坏了，用什么东西都可以用回忆灯去圆呢。じゃあ、君はその二人のどちらかと女子トイレで会っているの？その二人のどちらかが女子トイレに行っているなら、同じ場所に行っていた君とも会っているはずだよね。絶対不是他哦。でも、君は今までそんな話をしてなかったよね。それは。白金、どういうことなの？まさか本当にそうなんですか？白金よ、そうなのか？違うよ、違うんだって。私は本当にトイレに行っただけで、隠し通路のことなんて知らなくって。自慢だぞボロクマーズ、ちんたらしてんじゃねえよ。それは違うか。あんな風にお父ちゃんに怒鳴られたの初めてだよ。如果是白银好像太简单了嘛，不然我们再继续看下去吧。活躍せんと、ほんまにワイらまとめて爆発させられてまうで。あたいまだまだ行きたいわ。次の扉を開きたいわ。だからお願い、あたいたちに勝たせてよ。这是在求情吗？啊！お願いだよ、お願いだから、オイラたちに勝たせてよ。オイラたち死にたくないよ。あたいたちはこの世にたった一つの花。そのメガネが何やったか知らんけど。メガネキャラに悪人はおらんで。とにかくもうやめてよ。おいらたち死にたくないよ。悪いのはモノクマと首謀者だ。それに今さら何を言ってるんだよ。僕らの仲間がどれだけ犠牲になったと思ってるんだ。お願いだよ、助けてよ。What? 本当にあのメガネが首謀者なのか。わいらは何も知らんのや。いやだよ、爆発し、彼女が犯人だとしても。ねえ、もうやめようよ。死亡者って証拠はないじゃない。お願いだよ、助けてよ。本当にあのメガネが死亡者なんか。わいらは何も知らんのや。いやだよ、爆発し、彼女が犯人だとしても。ねえ、もうやめようよ。死亡者って証拠はないじゃない。この言葉切ってみせる。殺
士部屋にいたマザーモノクマが壊れる前に言っていたんだ。本人っていうのはもちろん首謀者のことだ。マザーモノクマは首謀者から埋めと命令されるとスペアのモノクマを作るんだったよね。あの時うちらはみんなで試したはずじゃ。あ、そういえばキーボ君ってあの場にいなかったよね。转移目标。ええ、僕はエグイサルと交戦中でしたから。ねえ聞いた？キーボ君はマザーモノクマに命令してないんだよ。だったら首謀者の正体って。梅と命令していないのは白金さんもだよね。当初是谁跟我说白银有说的？等一下，给我算出来，解释一下。我还在问你们，聊天室给我说出，给我出来面对。诶？冰雪是你说的，我还在面问。あの時他のみんなはちゃんと梅って言っていたんだ。だけど白金さんだけは違う言葉を言ったんだ。君だけは梅じゃなくて作れって言ったんだよ。就换句话说，君はマザーモノクマがどうすればスペアを作るか知っていたんじゃないのか。ベカベカ。感謝你的ファロー。だからあの場ではあえて作れって言葉を選んだんだ。もし自分の口から梅と命令すれば本当にマザーモノクマがスペアを作り出してしまうから。そうなんじゃないの？何？ちょっとどうしたの？やだな犀原くん、もしかして本当に私が首謀者だと思ってるの？そんなわけないじゃん。ねえみんなも何とか言ってよ。こんなの絶対におかしいよね。だったら反論してよ。みんなそれを待ってるんだよ。え？僕だって信じたくないさ。今まで一緒に生き残った仲間の中に首謀者がいるなんて。だから君の反論を待っているんだよ。僕の推理は間違っているかもしれないって思いながら、僕は今までだって赤松さんの時だって間違ったからさ。だから僕にはみんなの力が必要なんだ。僕が間違っているならそれでも構わないから、ちゃんと反論してよ。そうやって真実にたどり着くことも協力って言葉の意味だと思うから。白金さん、お願いします。白金よ、頼む。どうしたの？今のを聞いても反論できないの？待たんかい。なんやよ、わからんけど、とにかく待たんかい。あ、モノスケのせっかちなところが出た。悪いとこが出ちゃったわね。とにかく、仲間同士で攻め合うのはどうかと思うで。这会不会是下一只熊的牺，下一只牺牲的熊啊？みんなで笑顔や。せや、新喜劇でも見て笑顔に。啊！啊！うるさいな。这故事告诉我们，真的不要在没事的时候在那边闹，耍下白痴就消失了。哇！モノスケ！お父ちゃん、なんでモノスケのこと
ああ、そうだね。でも今いいところなんだからさ。やあやあ騒いでないで、ちゃんと見てろよ。お父ちゃん。ぷぷ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 ぷ、ほらほら盛り上がってきたよ。サイクラ君が首謀者の正体を暴こうとしている。絶望に打ち勝とうとしている。ワクワク、ドキドキするよね。君しかいない。この殺し合いの首謀者、天海君を殺した真犯人の正体は白金さん、君だよ。現時点で考えられる可能性はそれしかない。反論はないの？反論って急にそんなこと言われてもよくわからないんだよ。もうやめようよ。みんな勘違いしてるんだよ。だって私たちは仲間でしょ。みんなで協力し合ってこの殺し合いを止めるんじゃなかったの？白银可能被回忆灯洗脑了，有可能回忆灯真的做坏了啦。でもこれは学級裁判なんだ。首謀者がやらせている学級裁判だけど、僕らは今までこうやって生き残ってきたんだ。こうやってしか生き残れなかったんだ。だから生き残るためにもちゃんと僕らを納得させる形で反論してほしいんだ。頼むよ。その金よ、やはりうちはお主を疑いたくない。共に生き残ったお主を信じたい。今までの殺し合いと同じようにこの場にいない誰かが首謀者であってほしい。だから本当に違うなら諦めてはいかんぞ。うちも応援するから諦めてはいかん。そう言われても。白金さんは調光タイムかな。でも待っているだけだと時間がもったいないから。ねえ犀原くん、ここで改めて事件を振り返ってみない？え、ほらいつもやってるじゃん。全ての真実を明らかにして終わらせるんだよ。あれを楽しみにしている人だっているんだから、今回もちゃんとやってもらわないと。というわけで早速始めましょう。记得有一个，贝卡贝卡，感谢你的 follow。灯好这里，哎，
哦，这里的，这里。天海前これが事件の真実だ。じゃあ新たな証拠をもとに天海君の事件をもう一度振り返ってみよう。事件が起きた夜、僕と赤松さんは1階の教室で見張りをしていたんだ。そこで図書室に仕掛けた罠に首謀者がかかるのを待っていたんだよ。その頃食堂には4人のメンバーがいた。殺し合いの首謀者はその中にいたんだ。首謀者はなかなか殺し合いが起きない状況に内心業を煮やしている。追加した動機によって赤松さんが行動に移ったのを知っていたものの、その犯行が失敗した時の保険として自ら手を下すことも考えていたんだ。そこで首謀者はトイレに行くと食堂を離れるとある場所に向かったんだ。図書室の動く本棚の奥にある首謀者だけが入れる隠し部屋だよ。そしてその時はやってきた。殺し合いのタイムリミットが1時間を切った頃、天海君が図書室で動く本棚を動かすと、僕の持っていた防犯ブザーが鳴ったんだ。天海君殺害の瞬間までは最初の学級裁判で解き明かされた通りだよ。僕が慌てて教室を飛び出した隙をついて、赤松さんは教室の通気口に砲丸を投げ入れた。一方、図書室の動く本棚を調べていた天海君は赤松さんが仕掛けた隠しカメラのフラッシュに誘導され、砲丸が落ちる位置へと移動していた。そして砲丸は赤松さんが作り上げた道を転がって天海君の頭上の本棚までたどり着き、そこから天海君の頭めがけて落下、彼の命を奪ったはずだった。だけどそれは首謀者によって歪められた真実だったんだ。赤松さんの投げた砲丸の行方、本当の真実は全く違うものだったんだ。赤松さんが投げた砲丸は天海君には当たらなかったんだよ。きっと天海君も驚いたはずだ。急に砲丸が落ちてきたんだからね。だけど彼の未来が変わったわけじゃなかった。隠し部屋からその様子を見ていた首謀者は赤松さんの失敗を受けて自ら手を下すことを決意した。首謀者はすぐさま隠し扉から飛び出すと、天海君の背後から襲いかかったんだ。这次也太善良吧，还帮凶手加眼镜。
黑衣人有演技的呢。その手に凶器となる砲丸を持って。そう、天海くんの命を奪ったのは赤松さんの砲丸ではなく別の砲丸だったんだ。そして首謀者は赤松さんが投げた砲丸を回収し、凶器に使った砲丸を現場に転がした。一直都我的印象中前面看到黑衣人都是一坨黑黑的。这个黑衣人有戴眼镜。さらに天海くんが持っていた生存者特典のモノパッドを回収すると、再び隠し部屋の中へと戻っていったんだ。僕らが図書室に突入した時に見た動く本棚が閉じていく光景、おそらくあの直前に犯行を終えた首謀者が隠し部屋の中へと戻っていたんだろうね。こうして証拠を捏造された僕らは真実を隠されたまま最初の学級裁判に臨むことになった。看等一下白银怎么解释就知道有没有其他人。そして赤松さんが黒という真実にたどり着く。首謀者に歪められた真実。隠し部屋に戻った首謀者は回収したモノパッドをテーブルに置き、赤松さんが投げた砲丸をゴミ箱に捨てた。これらの証拠を完全に処分しなかったのは首謀者の油断だったのかもしれない。隠し部屋に入れるわけがないって油断だ。そのおかげで僕らは真実を見つけることができたんだけどね。その後首謀者は隠し通路を出現させると、その中へと入っていった。この隠し通路の出口はある場所にあったんだ。その場所は校舎1階の女子トイレだよ。隠し部屋は女子トイレともつながっていたんだ。最初に首謀者がトイレに行くふりをして隠し部屋に移動した時も、実はこの隠し通路を使っていたんだ。そして首謀者は再び同じルートを使って誰にも気づかれることなく隠し部屋から戻ってきた。あの時隠し通路を使えたのは何も食堂にいたメンバーだけじゃないかもしれない。でも首謀者が生き残った5人の中にいるとしたら、可能性は君だけに絞られるんだ。違うというのなら反論してくれ。殺し合いの首謀者じゃないって反論してくれ。超高校級のコスプレイヤー白金紬。これが僕らのたどり着いた真実だ。どう白金さん。何が？いや、白熱する展開だね。スイッチを持つ手にもつい力が。ああ、入っちゃダメ。落ち着いて。お父ちゃん、お願いだからもうやめてよ。あの若い子を可愛がってくれてたでしょ。あの頃のお父ちゃんに戻って。あんなのそういう設定のそういう物語だったってだけだ。っていうか
お前らの話はどうでもいいんだよ。今はこの盛り上がる展開を見届けないと。どうなんですか、白金さん。今の犀原君の推理、間違いはありますか？あるなら、言ってください。間違いって、何もかも間違いだらけだよ。だったら、それを証明して。頑張れ、白金よ、頑張る。頑張れって言われても、本当に違うんだよ。私は違う、地味に嘘じゃないんだって。白金さん、反論だよ。ほら、頑張れ、頑張れ。お父ちゃん、力が入りすぎよ。オイラ、もっと行きたいよ。だから押さないでよ。白金さん、本当に反論はないの？このままだと君は広島純子だよ。は？だって今までだってそうだったじゃん。最初の希望ヶ峰学園の殺し合いでも、次のジャバウォック島での殺し合いでも、江ノ島純子は参加者に混じらないで外から殺し合いをコントロールしていたよね。負けられてもまたかと言われても、何度も黒幕として登場してきたよね。え、白银也知道大家都在嫌弃呀。だったら今回も同じだよ。今回も江ノ島純子の仕業なんだよ。看来白银做了很多这方面的调查呢。江ノ島純子は完全に消滅している。この殺し合いとは関係ないよ。違うよ、消滅してないんだよ。江ノ島純子の仕業なんだよ。この殺し合いも彼女が仕組んだんだよ。そうだよ、絶対そうに決まってる。だって江ノ島純子は、江ノ島純子は、だって江ノ島純子は、江ノ島純子は、お父ちゃん、それ以上興奮しないで、間違って押しちゃうから。オイラたちをよく見て、こんなに可愛い子供がいなくなっていいの？江ノ島純子は、江ノ島純子は誰なんだ。感謝你的 follow。 はい、ここで CM 入ります。靠背。ほら、ツッコミ役としても貴重でしょ。だからオイラたちよ、ダブルキル。だって江ノ島純子は、他要扣死吗？江ノ島純子はここにいるじゃない。待たせたわね。お前らの誰も待っていなくても、ザコどもにまたかよと思われても、我现在非常在意白银到底是可以扣死三次元的人，还是他只能扣死三次元死掉的人。美しくて絶望的な私様の登場よ。江ノ島純子53歳。